こんにちは、のまです。パープルフリーやっていきます。今回は、絶対に獲得しておくべき広川拓海について、皆さんと雑談させていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、皆さん、ゲットしてきました。広川拓海。で、どういう形でゲットするっていうのが、現状ですね、この、新しいイベントの、ウキウキ地雷パニックのショップというところである程度お金を貯めるとゲットできるようになっているので、まずここで1枚っていうところと、他にこの報酬の最高到達回ですね、パワフルが解放されてからにはなるんですけど、ここの15エリアを越すとまた SR が1枚手に入るという形になっているようです。で、他もいろいろ見てたんですけど、 SR がゲットできるようなところっていうのは、まあ、現状どこなんだろうなっていう形にはなっているので、新しいイベントが来るのか、ちょっとその辺は様子を見ながらという形になると思います。で、早速ですが見に行きましょう。はい、イベキャラボックスの入手順の SR の彼女と、どこだ、多分ボックスにいないということはこっちですね。はい、獲得していきましょう。からのこれで入ってくるよね。はい、まあ、今ボーナスの方がこのような形になっていて、レベル35で一緒に練習すると練習経験点アップの固有ボーナスがついてますね。プラスレベル40までいくと肩力の上限と守備力の上限がつきますという形になってます。かつ超特殊能力が2つ取れるキャラクターになっていて、カジマのバカ力、そして左キラーで、野手だと他は1級入魂と切り込み隊長通しても2個取りのキャラクターになってますね。かつ2種上限で、この右上のね、応答彼女が光ってますけど、これが取れるということで、まあむちゃくちゃ強いというところで間違いないと思います。まあ配布としてはね、抜群の性能を備えているかなっていうのと、あとは自己紹介で体力の上限値上げてもらえたりとか、あとは告白が成功、しっかりとこう彼女になった時も体力の最大値が上がったりとか、お正月での体力最大値が8アップからかかるということで、まあ、非常に恩恵大きいと思っています。じゃあどういう形のデッキを組んでいけばいいのって話も皆さんと一緒にできればいいかなっていうふうに思っているので、まあ、そのあたりも込み込みで一応デッキ組んできました。で、今のテンプレートとされている形が、まあ、これに野球マスクかなというふうに思っていて。で、まあ、じゃあ、ここからどういうふうに変えるのっていうのは、当然、彼女キャラクターのスワノはチェンジしていく形になるので、まあ、こういった形で入れていくのかなというふうに思ってます。で、いろいろこねくり回した結果、こんな感じになってますね。ここに、たけみちゃんを入れると、守備力の上限と肩力の上限が入っているんで、なんとですね、条件の106を4つ組みつつ、かつ、思考のショートのピンクを入れつつ、かつ、ニコドリのキャラクターばかり並んでいるので、さて、とんでもないことになるな、というところなんですよね。まあ、こういう形のデッキが理想形として、ただ、やはり、自動進行彼女ですよね。ここの機能を持った彼女っていうのは、現状、先ほど僕が外したスワノしかいないので、まあ、おいおい、この自動進行彼女に関しては、まあ結構来るだろうなっていう話をしてたんですけど、まあ意外と早く来たなっていうのも印象としては大きかったですね。なんかクリスマスで誰か別バージョンとかで来るのかななんて僕の中では思ってたんですけど、割と早めに来たなっていう感じです。で、スワノとのこう使い方の比較なんですけど、やっぱりマイベイとアトイベイで使い方が違うので、まあ、そのあたりは住み分けはしっかりできてるんじゃないかなっていう風に思ってます。あとは上限に関してもね、全然違うものを持ってたりとか、まあ当然ですけど金徳に関してもね、違うものを持っている形になっているので、どっちが強いとかどっちが使いやすいってことではないと思います。お持ちのデッキにこうどういう形でフィットさせていくのかっていうのが最も重要なところなのかなっていう風に思っていて、で、僕はまあこれやりたいんですけど、まあその、レベル40まで解放しないと、そもそも、まあそこの上限がね、つかないっていう形になるので、
まあ、どういう形で、まあ、PR のハゲ像を使って41以上にするのか、あとは、まあ、有志の方でもうすでに45にしている方とかももしかしたらいるかもしれないんで、そういう方の助力を借りながら、まあ、このもっと上をね、目指していくのかっていう形になるのかなっていうふうに思ってます。で、個人的には、まあ、ショートは絶対このデッキかなっていうふうに思ってて、まあ、ピンクの、こう、サクセス動画をね、上げようかなって思ってた時に、いろいろ組んでた時に、あ、守備の上限って結局そういえば誰で組むんだろうなっていうところで、いろいろ見返したところ、まあ、完全に武見がぴったりと来るというところになってます。なので、まあ、これでお届けしたいんですけど、ちょっと先になるかもしれません。そういった事情があるんでね。なので、そのあたりはまた、出た時に見ていただければっていうのと、今日はちょっと時間が遅くなるかもしれないんですけど、大神くんを入れたエビル強化ですね、まあ、投資やれたらいいかなっていうふうに思っているので、そのあたりで楽しんでいただければいいかなっていうふうに思ってます。で、まあ個人的には絶対取った方がいいと思います。まあ、SR1 枚だったらすぐにね、あのマインスイーパーやれば、まあ、速攻で手に入るんで、そんなに難しくもないと思いますし、かつやっぱりこう真の実力じゃないですけどね、発揮してもらうには、まあ、40にはしたいというところはあるので、しっかりと SR まずは用意されている2枚はゲットして、かつ、まあ、今後何かしらのね、まあ、ライブとか来るのかな、ちょっとそのあたりはまだ全く情報がないんでわかんないんですけど、まあ、そこで解放していって、みんな45になるような形はあるかなっていうふうに思っているので、絶対絶対に今回は45を目指した方がいいと思います。特にね、やっぱり無課金、微課金の方、特に無課金の方はね、まあ、ガチャがね、引くものを限られていると思いますし、まあ、僕自身も自動進行彼女は当然持ってないので、サーバー課の方はね。なので、この機会にしっかりと獲得しておいて、こう、先々に繋がるようなね、形にしていけたらいいかなっていうふうに思ってます。まあ、本当に昔からね、人気のあるキャラクターだと思いますし、まあ、僕個人としては肌人間の時にね、少し関わらせていただいたくらいなので、皆さんが、こう、知っているほど知ってはいないので、まあ、そんな、こう、なんでしょうね、めちゃめちゃ語るってことではないんですけど、まあ、そういったキャラクターの位置づけでもありますし、かつ強いっていうのはね、やっぱり、こう、いいところだなってな、いうふうに思ってます。やっぱりこう、使っていけるっていうところがね、非常にいいですよねっていうところで。まあ、こんなところで、やっていきたいんですけどね。40の方がいるかな ?41 の方、41以上の方がいたらコメント欄買い取ってほしいです。コメント欄買い取ってほしいというか、ツイッターでね、連絡いただけたらちょっとお借りしたい感じはありますね。あ、それか、まあ、ツイッターで僕の方から発信させていただいて、ちょっとサクセス動画のためにね、ちょっと一本お貸しいただけたら助かりますぐらいの感じでやっていけたらいいかなっていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。